久保さん。ハゲですかにしましょうか。ハゲですね。いや、本当やばないですか、薄いっすよね。もうこの感覚が。ほら。感覚がすごいないっすよ。ほら。毛根と毛根の。間がすげえ空いてんですよ。ここら辺とかも。 こことかもうなくなってきたな。すごくないですかこれ。ほら。ほんとハゲじゃないですか。いや、ほんとハゲですね。<laughs> 風呂入るとよくわかるんですけど。ね。髪の毛稼ぎですかっていう。<laughs> ね、<laughs> まあ僕はすいません。まだ一生分のお金ないので、あの、一生分働かなくても生きていけるお金はないです。なので、 働あの、稼ぎます。これからも。まあ、これからも髪の毛なくなってきたんで、髪の毛ちょっと頑張りたいんで、なちょっと高いシャンプーも買ったりとか、まあ、いろいろやっていきますけど。<laughs> ないからやるしかなくないですかうん。ないから稼ぐしかなくないですかすいません、僕ないです。僕5億って決めてるんですけど、5億まだないです。貯金に5億ないです。貯金5億あったらやんなくてもいいですよね、もう。 今のライフスタイルで行くんだったら、正直5億あれば、多分もう死ぬまで行けると思うんですよ。まあ合流しなければ別ですけど、今の基準でずっと生きていくんだったら、今のライフの基準値ですよね。で、生きていくんだったら5億だったら足ります。だってあと、まあ80年ぐらい、あと40年か。あと40年で5億でしょ。全然大丈夫です。今のライフだったら。だって月、月多分、使って、 ま、100万仮にね、100万全部使ったとしても、100万だと、年間で1200万じゃないですか。100万使ったとしても。100万も使えば、ま、十分だと思うんですけど、で、1200万ですよね。で、1200万かける40ですよね。40年。ってなると、1、10、100、1000万。ああ。4億ぐらいですか 40年毎月100万使ったとして4.8億円ぐらいか。だから5億あればいけます。あと40年間100万使い毎月100万使い続けても5億あればいけんのかな ?1200、1年で 1, 1、一年で1200万でしょ ?10 年で1億2000万。うん。だから4億8000万ですよね。足りますね、5億あれば。5億あれば。 でも月100万、久保さんのセライフはわかんないですけど、毎月コンスタントにずっと100万使い続けるかっていうと、多分、多分あんまないんじゃないかな。まあね、寄付とかね、まあ年取ってね、寄付とかすればいいですけど、使わないからっつってね。そんなに買い物、物多分ね、あんまり物欲もなくなってくると思うし、まあその、なんすかね、な、そんなにないと思うんですよ。まあ人それぞれこ個人差はあるんですけどね。 うん、だからまあ5億円あって80歳まで生きると仮定して、うん、僕100歳まで生きたいと思わないんですよね。すみません。100年時代って言われてますけど、まあ平均寿命は80ぐらいだと思うので、あと40年ですよね。で、毎月100万使ったとしても5億あれば、うん、大丈夫ということですね、うん。で、まあ普通のこれサラリーマンの障害賃金も出てますけど、なんか1億から3億ですね、障害賃金。 だからそれはマストで稼がないといけないわけじゃないですか。だってそれがサラリーマンとして生きても、1億から3億ぐらいはこう稼がないといけないって出てるわけですから。うん。まあそ、まだ僕はその稼ぎきれてないので、稼ぐまでやりますけどね。で、あとはまあ運用っていうのもあるので、まあある一定稼いだら、まあ今なんかね、まあもう今年なんかはその外国株めちゃめちゃ上がりましたね。めちゃめちゃ上がって、もう何パー上がったんだって結構上がりましたね。 で、多分10年後、20年後、30年後も、まあ見通して、どう考えても日本の企業の成長幅より、じゃあアップルとかの企業の成長利幅の方が僕は大きいと思うんですよ。10年後の日本企業の成長とアップルが、まあ、その、触れ幅い、そのもう、バーンはないけど、ちょっとずつすげえ、また成長は、対価はないと思うんですよね。ガーファって言われてるような。だそのアメリカのトップでも世界の、 トップの企業で、なんか、衰退していくってことはあんま考えづらいかなと僕は思うんですよね。うん。なんで、まあ、アップルも銀行始めましたけど、なんかいろんなことやっていくだろうし、成長していくと思うんですよ、今後。うん。ってなると、まあ、その、外国の株ですよね。まあ、それだけ買っとけば、10年後、に20年後多分上がってると思うんで。 っていうそういう株式運用って中長期ですよ。中長期で運用スタイルもありますので。まあ5億なくても、例えば、まあ1億円ぐらいを海外の株式に分散しとくとかね、資産を分散しとけば、じゃあ、その10年、20年、30年置いといたら、どうその株の価値っていうのはどうなってんのかって話で、多分1億5千万ぐらいになってんじゃないですか。1億5千万ぐらいになってんじゃないですか。10年、20年つければ。 ってなってくると、別にその、稼がなくても,も、その、資産を運用していくっていうスタイルではもういけるじゃないですか。うん。老後2000、老後二千万問題も5000万ぐらいあれば、まあそれで、それ、それだけでいいだろうし、1億ぶち込んで,で分、もちろん分散してね。で、10年後、20年後、30年後、老後ですよね。えー、5000万ぐらいになってました。利益5000万ぐらいになってました。もうそれで終わりじゃないですか。 老後2000万問題だからまあその、稼がなくても、ぶっちゃけ5億を稼がなくても、まあ3億ぐらいでもいいっちゃいいかもしれないですけどね。まあそう、分散してちゃんと運用していくってことやれば。うん。はい。まあとりあえずまあ、あの、僕はまだ足りてないので、あの、運用金額1億とかもできないので、ちょっと頑張ります。いってらっしゃい。